メイクのコツは、コスメを格上げさせるのに必要なのはツールです。韓国コスメライターのチタです。ということでですね、今回はぜひ皆さんにチェックしてほしいある韓国のコスメツールブランドのアイテムたちをご紹介したいと思います。その名もじゃーん、ザ・ツールラボさんです。もう名前そのままザ・ツールラボ、ツールの研究室みたいな感じの名前なんですけど、韓国のねブランドさんになっております。私もアイテム使ったことなくって、Q10 とかまたツイッターとかでたまにすれ違うので、お名前だけは存じ上げてたんですが、あんまり使ったことがなく、今回はねザ・ツールラボさんからねアイテムをねお二つですねプレゼントしていただいたので、どんなブランドさんなのかっていうのと、アイテム二つをですねレビューしていきたいと思います。まずねザ・ツールラボさんなんですけど、メイクブラシだったりとかメイクアップツールを専門的に作られているブランドさんです。道具を研究するって意味でツールラボなんですけど、ニーズをしっかり考えて完成度の、ね、高いアイテムっていうのを制作されているブランドさんです。でね、実際にアイテムもプロのねメイクさんがね使用しているようなアイテムだったりとかも発売されています。今回はツールラボさんからミニブラシと、じゃん、これパッと見めっちゃさクレンジングシートに見えるよね。違くて、これ実はブラシのクレンジングシートなんです。っていうね、ちょっと変わったアイテムですね。珍しいアイテムをいただきましたのでね、順番にチェックしていきたいと思います。じゃーん、このねブラシなんですけど、ベイビータスカーっていうねブラシになってます。のミニサイズのこのめっちゃちっちゃない、このね手のひらサイズのファンデーションブラシになってます。つるんとしたねお肌に仕上がるブラシになっていて、高密度なんだけどブラシの跡が残りづらくって、毛穴をねしっかりと埋めれる万能なブラシになってるそうです。ファンデーションブラシって私も結構な数試してきたんですけど、当たり外れマジででかいんですよ。こんな跡つくことあるみたいなブラシもあれば、立ててたら全然毛穴に入っていかなくて、てか逆にここの毛羽立ちが痛いとかっていうねアイテムも多いんですけど、これはね初心者さんでも使いやすくて、ブラシがね跡が残りやすいっていう短所しっかり改善されたアイテムになってるらしいです。使い方としては、ブラシの断面を垂直にね優しく滑らせた後トントンと叩くとカバー力がアップして使えるっていうアイテムらしいです。プロ並みのね仕上がりになるということで、めちゃくちゃ楽しみ。毛穴だったりシミやカバーに優れたブラシにもなってるらしいですね。特にねこの白い部分ですね、見えるかな、この白い部分の毛先 3mm の部分はスポンジのように柔らかく効果的に毛穴やシミをカバーすることができるアイテムになってるそうです。確かにね今使っててもねめっちゃ柔らかいです。チクッと感とかそんなない。パフでトントンされてる感じと米粒ってた多分わかんないとくらいの柔らかさで、使うの楽しみだな。ぜひねこのアイテムとね一緒に使ってっていうことでねいただいたのが、じゃん、ブラシのクレンジングティッシュです、まあ、クレンジングシートですね。マジでパッと見最初クレンジングシート来たと思ったもん。珍しいですよね。今までブラシをきれいにするためのスポンジザッ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 ってあのラメとか落とすようなねアイテムとかは見たことあるんですけど、そのねティッシュバージョンってあんま見たことないなと思ってて、これはねなんとね10秒で洗浄可能なアイテムらしいです。毎日ブラシって洗えないじゃないですか。洗ってても1ヶ月に1回とか半月に1回とかだと思うんですけど、それをね毎日きれいにすることで菌の繁殖っていうのをね防ぐようなアイテムになってます。確かにアイシャドウブラシとかだったらねまだ1ヶ月とか半月でも洗うのいいかなと思うんだけど、ファンデーションってより雑菌湧くイメージありません？しっとりしてるからっていうか水っぽいからそういうイメージ勝手にあるんですけど、それをね毎日ね綺麗にすることができます。アルガンオイル配合なのでブラシですね、まあ、ブラシも結局は毛なので毛のキューティクルをね保護してくれるようなアイテムなので、ブラシの劣化とかをね防げるっていうよりかはケアできるアイテムになってるそうです。めっちゃいいじゃん。使った方が良くない？そんなこれ自体もね結構メイクさんとかもね現場でね使用されたりとかねなさってるそうです。このクレンジングのティッシュが凹凸がある面と内面とあって、これをブラシでサッサッってやりながらね使えるようなアイテムになってます。メイクしながらねそばに1個置いといて各ブラシ使いながらこうシュッシュッってやって綺麗にしたりとかねできるアイテムになっております。ということでね、実際にねこのねティッシュとかもねこう使った、あとはこれ自体はなんて言えばいいのかな、お手拭きみたいな感じでちょっとあの湿ってるので、これでしっかりブラシを拭いた後に乾いたティッシュで1回オフしておくとより効果的にね綺麗にブラシの管理ができるよってアイテムになってます。じゃあ実際にね今紹介したこのねブラシとシートですね合わせて使ってみたいと思います。ということでね、実際にまずねミニブラシからね使用していきたいと思います。今日はじゃん BB を準備したので、この BB をねこのブラシで広げながら使っていきたいと思います。結構ねこんな感じで本当にちっちゃいんですよ。私ただでさえ手ちっちゃいんですけど、そんな私でも手の中に収まるぐらいのサイズ感で、かなりこう毛が密集していて、この毛がね細くてこう立てて使っても毛穴にこうなんていうのかな、ちゃんとアプローチできて、あと痛くないですね。チクチクしないタイプのブラシになってます。じゃあ実際に BB 広げていきたいと思います。こんな感じでね少量でいいんで広げていきます。
こういうタイプのブラシはね、基本的に私はこうポンポン使いするのが好きなタイプです。うん、まあ、めっちゃ綺麗に広げてくれますね。毛穴がね、立てて使っても全然痛くないし、小鼻とか、あ、小鼻も狙いやすいですし、細かいところへもね、添付しやすいです。だって結構ね、こういうタイプってね、ブラシの跡ついたりもするんですけど、全然ないですね、ブラシの跡。薄く膜張って綺麗に伸ばしてくれるみたいな感じの仕上がりです。で、めっちゃ綺麗くない？こんな感じで、その毛羽立ちのね、その跡とかも残らないですし。今一旦顔半分がね、終了しました。めちゃくちゃ薄い膜を一枚パンって作ってくれるような仕上がりなのと、毛の跡ですね、こうポンポンのせした跡が残りづらいですね。初心者の方でもね、かなり使いやすいかなと思います。反対側も乗せていきます。ただね、一個だけ難点があって、ブラシちっちゃいから、その分ポンポンする量が増えるんで、時間はかかります。でもそのぐらいかな。私は普段これのもっと6倍ぐらい大きいサイズのやつを使ってるので、よいしょ、もうちょっと早く終わるイメージなんですけど、でもこういうね、小回り効くところ、よいしょ、あ、このブラシのいいとこかなと思います。そして痛くないですね、本当に。旅行の時とかってブラシ結構かさばるじゃないですか。私も使ってる化粧ポーチにブラシ入れるところが5本あるんですけど、持ち歩きたいブラシ多すぎて、その5本いつもパンパンなんですよ。もちろんファンデーションブラシもその中に入ってて、旅行とかでね、持ち歩き用だったらね、全然もうこいつでいいかなと思いました。持ち歩きしやすいし、透明のケースもついてるので、そのままバッグにもポンって入れれるし、よいしょ、ちょっとおでこに回せて、いい感じ。ザ・ツールラボさんのブラシ初めて使ったんですけど、毛の質めちゃくちゃいいですね。マジで痛くない。ファンデーションブラシって結構口コミ良くて使ってみても毛が硬くて自分に合ってなかったりするんですけど、これめちゃくちゃ柔らかいです。敏感肌の人でもね、結構使えそうかも。あと顎周りにも伸ばして、うん、完成。使ってみた感想としては、このブラシがね、すごい細くて密集してるので、毛穴とかね、細かいところまでしっかりこうアプローチできる、細かく塗っていけるっていうのが一つと、立てて使っても全然毛穴がね、痛くないです。で、あとね、ブラシの跡が残りにくいので、初心者さんとかでもね、使いやすいブラシかなと思います。めっちゃ普通にこれの大きいサイズも欲しい、家用にね、ねとか言って。ツールラボさんまた購入してみようと思います。で、次にですね、一緒にいただいたのがデイリーブラッシュフレンジングティッシュですね。最初メイク落としかなと思ったんですけど、なんとね、ブラシ用のクレンジングになってます。結構ね、プロのメイクさんとかもね、使われているようなアイテムらしいです。確かにブラシっていつも使った後、ティッシュだったりとか専用のスポンジとかでこうシャッ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 ってやってるんですけど、こんな感じで半分には凹凸があって、片面は特にないですね。のティッシュでこのブラシをですね、押さえていきたいと思います。こんな感じでね、よいしょ、毛の汚れをしっかり落とせちゃいます。うん、いいですね。いつもそのまま置いてて、だいたい半月に1回ぐらい私はブラシ洗うんですけど、本当にそれで間に合ってんのかなって思う時あるんですよ。殺菌とかの問題でね。雑菌か、殺菌じゃないな、雑菌な。でもこうやってね、ティッシュでこう毎回綺麗に清潔に使えたらね、ブラシの持ちもいいですし、そういった菌の繁殖とかでね、肌荒れとかも防げるので、ね、ぜひブラシの手入れいつもしてないよっていう人はね、ティッシュ使ってみてください。でね、今日は今 BB しか使ってなくて、ちょっと汚れ分かりにくいんですけど、昨日メイクしながらファンデーションブラシだけじゃなくて、アイシャドウとか、あとチークに使ったブラシとかもね、全部ティッシュで綺麗にしながら使ったら、見て、こんなにも汚れました。ってことはいつもこんだけブラシの汚れをそのままにしてるっていうことなのでね、ぜひ皆さんもね、ブラシ衛生的に使いたいよっていう方とかね、ブラシの持ち良くしたいよっていう人、あと夏場は特に脂性肌の人はブラシに油が乗っちゃって、ブラシがね、ケバケバしちゃうと思うんですよ。タバカも生まれる。だからこういうティッシュ押さえてね、ちゃんと使っていくと、夏場でもね、ブラシを長く清潔に、なおかつ綺麗にメイクが乗るように使用できるので、ぜひぜひチェックしてみてください。ということでね、今回はですね、ザ・ツールラボさんのファンデーションのブラシと、ブラシのね、クレンジングティッシュの方を紹介しました。実際に使ってみて、ザ・ツールラボさん製品の質の高さというか、こだわりみたいなね、めちゃくちゃ感じて、ぜひね、他のアイテムもね、今ちょうどね、グリッターのブラシ欲しかったりとか、あとチークブラシ最近ちょっと欲しいなとか、あとフェイスブラシだね、チェックしてたとこで、いいのないかなって探してたとこなんでね、ツールラボさんのアイテムね、他のアイテムもね、チェックしたいなと思いました。でね、クレンジングシートもね、私結構毎日いろんなブラシ使ってメイクして、半月に1回ぐらいの段階で全部パンって洗うんですけど、それでも
やっぱり後半になってくると、あ、そろそろ洗わなっていう回になってくると、アイシャドウのね、ノリが悪かったりとか、ブラシ自体の毛羽立ちじゃないけど束感みたいなのね、すごく感じるんですよ。でもね、ちゃんとね、こういうねクレンジングティッシュを毎日使っていけば、そういうのもね感じにくくなったりとか、よりブラシもね、あの、長持ちするかなと思うので、ぜひ皆さんもね、ザ・ツールラボさんの方ね、合わせてチェックしてみてください。でね、やっぱりいいツール使うとね、よりメイクのノリも良くなったりするしね。メイクのノリが良くなるってことは、いつもよりも可愛くなれるってことだしぜひチェックしてみてください。ということで、今回のね、動画もね、面白かったよ、参考になってた方は、ぜひチャンネル登録と高評価のほどお願いいたします。またね、TikTok と Instagram の方でも情報発信してるので、合わせてチェックしてくださったら嬉しいです。ということで、また次の動画でお会いしましょう。アンニョー。